はい、マッチングしました。対戦よろしくお願いします。はい、マッパーおぞましい初動室、今回は、天秤イタチイラプションレースで遊んでいきたいと思います。パークがずさんな肉屋、天秤イタチイラプションで、あ、なんだ、あ、アドンがウルアドの方の全能師と影舞いるね。で、このウルアドの全能師ってのは、この透明化してる時に発電機の進行度がわかるってやつ。あの人スプバっぽいね。そう、こんな感じで透明化してると発電機の進行度がわかると。デッドハード、オッケー。で、透明化したら進行度がわかるから、そこにイタチとイラプションを仕込んで、さらに天秤でワンパンで、またイタチイラプションループしていけたらなと思っています。ファーストダウン早いの、いいね。で、はい、あそこめっちゃ回ってる。ここに決められたら最高なんだけど、一発殴れるかな。これ美味しいね。ずさんな肉屋で重傷も振りまいていくと、さらにワンパンで、イタチとイラプション仕込んでワンパン狙いに行くぞ。こっちに足跡がないってことは、どこ行った？ん？ちょっとどこ行ったかわかんないね。まあいいや。これもう一回、ここ、追うか。天秤決められなかったの痛いね。スプバか。いいパーク持ってきてんな。おっと、君発電機触ったね。痛い。どうしよっかな。これイラプション仕込もうか。影舞だと仕込むの早いから。で、また回しに来てるね、ケイトが。つけられちゃったか。ケイトスプバだから、この人追うか。そこ窓越えて。お？ん？どこ行った？やべ。サバイバー見失っちゃった。みんなうまいね。オッケー！これでイラプション発動。で、そこにイタチを仕込むと。で、この人もう煮釣りだから、トンネルできても美味しいかもしれない。ただ待てよ、そんな回ってないから、イタチ仕込む場所はちょっと透明化してから決めようか。あそこめっちゃ回ってるから、あそこに仕込みに行こうか。間に合うかな？よし、まず、イタチとイラプション仕込んで。で？いるね。ちょっと天秤追いたい気持ちもあるけど、この人追うか。さっきみたいに見逃してもダメだし。どこ行った？オッケー！お、そこにいるんだな。そしたら今度どこにイタチ決めようかな。向こうに決めに行くか。ケイトは近くにいるけど。いや、待てよ。ケイト近くにいるなら。追うか。足早いね。これちょっと先回りしつつ、ダウン取れるかな。オッケー、ダウン取ったらイタチ決めに行こう。こっちに決めようか。さあ、さらに天秤でワンパンと。みんなスプリントバーストつけてんな。ここにイタチ決めて、今度はケイトを釣ろう。ケイト釣ったらあそこにイタチ決めようか。いないかな。オッケー、いないね。いいよ、いい感じにイタチが決まってるよ。
地下天秤行かしたいところではあるけど。行かせるかな？難しそうだな。オッケー、ここにいた、仕込もう。でもこれあれだね。イラプション仕込んじゃうと、仕込んじゃうとちょっと、あれがわかんなくなるんだな。進行度がわかんなくなっちゃうんだな。はい、美味しい。ちょっと攻撃を遅らせることによって。で？ここは触ってない。これちょっと天秤いかそうか。ここで待とう。オッケー。さあ、レイス足早いから。オッケー。しかも、イラプションも発動と。あ、で、この人もう終わりだよな。これいいんじゃないか？固有はね、追わなくていいかな。いいよ。で、進行度見て。一番回ってるのはあそこだね。これ強いね、このアドオン。一発殴れるかな？一発殴るのを狙うか。殴れたら美味しいって感じで。おっと。これやべえな。これやらかしたな。いだち決めに行こう。回してないか？で、あそこにもイラプション仕込みに行こうか。お、なんだ？OK。ん？誰かいるね。これやばいぞ。はい、スプリントバースト。読めてますね。OK、これで2箇所イラプション。気持ちいいね。これで発電機は16秒触れないと。ちょっと効果説明難しいんで、概要欄見てくださいって感じで、わからない人は。OK！ で、またイタチとイラプション。一番回ってるのはあそこだな。あそこにイラプション仕込んで、先に一発殴ろうか。殴れるなら殴ろう。おっと、びっくりした。OK！ まずは、イタチ。落ち着いてイタチを仕込むと。天秤発動しなかったか。まあいいでしょう。そしたらナンシーを探したいところではある。ナンシーどこ行ったかな？ちょっとわかんないから、こっち行こうか。触ってるね。スプリントバースト？けど追うぞ。なんだ？危ねえ！オッケー、またイラプション発動。気持ちいい。このループが最高に気持ちいいと。で、この人発電機触ってたから、ストライクもないね。お、ここにフックある。あ、こんなとこにフックあるのか。珍しいな。そしたら今度はここにイタチ仕込もう。イタチ仕込んで、2箇所。え？切断しちゃった？いや、もうあの人終わりだったよね、確か。じゃあいいか。よくねえよ。切断はよくないっすよ。OK。そしたらここにもイラプション仕込んで、あそこにケイトいるけど、まずここにイラプション仕込もうか。OK。イラプション仕込んで、追いかけると。うん、ここちょっと強いかな。どこ行った？上行ったか。お、そこは行き止まりだと。やばいんじゃない？みんななかなかここのチェイスうまい。え？なんだ今の。乗り越えてないように感じたんだけど。なんか乗り越え感覚違うな、いつもと。けどこれはダウン取れるかな。ダウン取ってイタチじゃない、イラプションで位置が分かるかと思ったんだけど、分かんなかったね。ケイトがこっち側にいると思うんだよ。あそこにいるね。多分全能士で、ここ回してて足跡が
足跡この辺にあったと思ったんだけど、どこ行ったかな。この辺いないか。マジか。影舞でロッカー開けるの早いから確認してみたらいたわ。オッケー、全滅。というわけで今回は、イタチとイラプションをループ狙うレースで遊びましたけど、いや、なかなかハマってたね。天秤はちょっと活かせてなかったけど、あんまり。でも天秤って、ワンパンできなくても強いみたいなところありますからね。そのレイスとかステルス系のキラーだと、キラーが来てるかどうかわかんないからサバイバーは怯えなくちゃいけないんで、なかなかいいんじゃないか。この透明化して発電機の進行度を見てめっちゃ回ってるところにイタチとイラプションぶち込んで、さらに天秤でワンパンを狙う、イタチイラプション特化レイス、よければやってみてください。なんか窓の乗り越え感覚変わったね。最近キラー全然やってないから。はい、対戦ありがとうございました。もう最近本当にサバ戦になっちゃってね。なんか関係ないんですけど、サバイバーでアップデが来てから恵み実装されて一戦目始めたらいきなりピックのビデオテープ、逆トラが最初から全員についてるアドオンですごい強かったんで、自分がピックでやってみたらパーティーにオーモンド指定された上に逆トラ外さないまま二人に脱出されて、クソゲーすぎてちょっとサバ戦になってました。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。バイバーイ。